今日の動画では、2024年10月より BS で放送予定の韓国ドラマ7作品を紹介してみたいと思います。チョナグループ会長秘書のヨギョンは、会長ヒョンドクの家で過ごしている時に、突然の火事で愛娘を失う。8年後、検事長のボムソクと再婚したヨギョンは、養護施設で出会った少女ヘスが、死んだはずの娘ではないかと考え、DNA 鑑定を行うが、鑑定結果はすり替えられる。そして、同じ施設にいたガンジを実の娘と信じ、幼女に迎え、名前をセヨンとして育てる。復讐劇の女王チャンソヒが、主人公、ソルユギョンを演じるほか、キムギュソン、オーチャンソク、イーヒョンソク、ハンジュアン、バンヒョジョン、ソヌジェドクなどが出演します。出生の秘密、記憶喪失、後継者争い、無実の罪、仕組まれた交通事故と、韓国ドラマの王道要素が盛り込まれた作品で、娘への愛に満ちた母と、美しき復讐の魔女という二つの顔を巧みに表現する、チャン・ソヒの演技は必見です。魔女のゲームは、BS11 にて10月7日14時29分より放送予定です。1608年、朝鮮第14大王、孫女の次男カンヘ軍は、嫡子ではないという理由で父からも嫌われ、不遇の日々を耐え忍んでいた。そんな中、突然の孫女王の崩御。カンヘ軍が15大王として即位するも、先王にも仕えた三軍らの画策で、ヨンチャンデ軍、そしてチョンミョンコンチュは、亡き者とされてしまう。ところがチョンミョンコンチュは、倭国の硫黄鉱山へ奴隷として売られ、ファイという名で男のふりをして、過酷な日々を生き抜いていた。数年後、カンヘ軍への復讐を誓って朝鮮に帰国したファイは、ついに家族の仇であるカンヘ軍と対面するのだが、暴君として廃位された、カンヘ軍を演じているのは、時代劇ドラマ初出演のジャースンウォン。キム・ジェウォンが、カンヘ軍の王座を奪おうと画策する印象。ヒロインのファイコとチョンミョンコンジュには、いい兄。チョンミョンコンジュの婿候補に選ばれたホンジュウォン役をソー・ガンジュンが演じています。正統派時代劇ファジョンは、BS12 にて10月16日16時より放送予定です。1987年、民主化運動が激化する時代。細女子大学に通うヨンロは、女子寮のルームメイトの誘いで、合コンに参加する。そこで出会ったのは、ベルリン大学の大学院生、ソホだった。少し影のあるソホに惹かれていくヨンロだったが、その後、彼との連絡は途絶えてしまう。だがある日の夜、女子寮のヨンロの部屋に、血まみれのソホが突然現れる。寮の厳しい監視の中、事情を知らぬまま、密かに祖母をかくまい、解放するヨンロだったが、実は北朝鮮のスパイであったという祖母の秘密を知り、ショックを受ける。しかし、実はヨンロにも、隠していた秘密があった。抗えない運命を背負い、許されぬ愛に導かれていく二人の切ない初恋を描いた、極上メロドラマ。世界的アーティスト、ブラックピンクのメンバーで、ドラマ初主演となるジェスが、清らかで芯の強い女子大生、ウン・ヨンロを熱演。表向きは大学院生だが、実は北朝鮮の工作員であり、国家安全企画部から追われているイム・ソホを、チョン・ヘインが演じています。その他に、ユー・インナ、ジャン・スンチョ、ユン・セア、キム・ヘユン、チョン・ユジン、ホー・ジュノ、パク・ソンウン、キム・ジョンナンなど、脇を固めるキャストも、そうそうたる顔ぶれで、ベテラン勢の演技は圧巻。韓国では歴史歪曲問題として大きく取り沙汰されたことでも話題となりましたが、構成と演出がとてもいい、主演俳優のみならず脇役も魅力的と、海外では高評価を得た作品です。スノードロップは、BS ジャパネクストにて10月21日15時より放送予定です。美術館の首席学芸員として仕事を完璧にこなす傍ら、プライベートでは熱狂的なアイドルオタクのソン・ドクミ。ある日への競売場で、推しがテレビで好きだと言っていた絵を見つけたドクミは、思い切って手を挙げるも、ライアンという男に負けてしまう。ドクミは、ライアンに絵を譲ってほしいと申し出るが、無下に断られてしまう。それから数日後、館長が変わることになり、新任館長として就任したのが、海外の競売場で最悪の出会い方をしたライアン・ゴールドだった。本作でヒロインソン・ドクミを演じているのは、ラブコメクイーンの異名を持つ女優、パク・ミニョン。
少し癖があるツンデレイケメン、ライアン・ゴールドをキム・ジョークが演じています。そして、ドクミの幼馴染で、オリンピックメダリスト出身のナム・ウンギ役をアン・ボヒョンが演じているほか、キム・ボラやチョン・ジャウォン、パク・チンチュなどが出演しています。彼女の私生活は、BS ジャパネクストにて10月23日11時より放送予定です。成績優秀なイ・スンチョンは、貧乏家庭に生まれながらも、努力次第で境遇を変えられると信じ、名門高校へ入学する。ところが、名門高校に入っても、階級差別によって虐げられ、惨めな人生は変わらなかった。ある日、道で出会った老婆から、不思議な金のスプーンを手に入れる。そのスプーンで、同級生の家で3回食事をすると、同級生と親が入れ替わるということだった。半信半疑のスンチョンだったが、貧乏で見下される人生に、うんざりする毎日に終止符を打つべく、金のスプーンを使うことを決意するのだが、ウェブ漫画の金のサジを原作に、金のサジで人生の逆転を夢見る貧乏な高校生、イー・スンチョン役のユク・ソンジェ、そしてイー・ジョンウォン、チョン・チェヨン、ヨヌ、チェ・ウォニョン出演で、2022年にドラマ化されました。サスペンス要素が色濃く反映されたドラマ版は、新たなキャラも加わり、前半8話は高校生編、後半8話は、その約10年後の成人編という構成。入れ替わり設定を生かした緊迫感のある、スリリングな展開は必見です。ゴールデンスプーンは、BS ジャパネクストにて10月28日19時より放送予定です。2012年、かつて、プサンのとある高校の同級生だった仲間たちは、33歳になり、同窓会を開いていた。同窓生が集まる中、この場で、一組のカップルが結婚を発表するという。結婚を発表する二人とは、一体誰なのか。その真相を解き明かすように、物語は彼らが高校生だった15年前の、1997年に遡る。常に成績トップで、運動神経も抜群のユンユンジェは、幼い頃に両親を亡くし、高校教師の兄テウンと二人暮らしをしていた。一方、ユンジェの両親の親友で、親代わりであるドイエルとイルファの娘ソンシウォンは、人気男性アイドル HOT のトニーの熱狂的ファンで、勉強も恋もそっちのけで、毎日トニーのことばかり考えていた。そんな幼馴染の二人は、いつも喧嘩ばかりを繰り返す日々を送っていたが、ある日、シオンの親友ユジョンがユンジェに告白したことを機に、二人の関係に変化が訪れ始める。33歳の主人公たちが、学生時代を過ごした90年代と、2012年の現在を行き来しながら、初恋、家族、友情の物語を、切なく、そしてユーモラスに描いた本作は、2012年から全3作品が制作され大ヒットした、応答せよシリーズの第1弾。アイドルに夢中の主人公ソンシウォンを、チョンウンジ。シオンを思い続ける一途な幼馴染ユンユンジェを、ソーイングクが演じているほか、ソン・ドンイルやイー・イルファ、イー・シオン、ウンジウォン、ホヤなどが出演。応答せよという言葉が流行語になるなど、社会現象を巻き起こしたドラマ、応答せよ1997は、BS 富士にて10月29日8時55分より放送予定です。時は6世紀のペクチェ、第24代王、ジョンソン王の治世末期。カリムソンの城主、ペク家の娘チェファは、王のいとこにあたるユンと密かに恋仲となり、彼の子を身ごもっていた。そのことを知らないユンは、もし娘を授かったら、ペクチェを守る花という意味の、スベクヒャンと名付けようと、チェファに話す。そんな中、チェファの父親ペク家が、先王を毒殺したことで、ユンによって自害させられてしまう。そしてユンは、チェファも死んだと思い込み、第25代王に即位する。ところが、使用人の区長に助けられたチェファは生き延び、ユンの娘、ソルランを出産。その後区長との間に、娘ソルヒを設けるのだが、本作で主人公、スベクヒャンを演じたのは、幅広いキャラクターを演じ分ける演技派女優ソヒョンジン。スベクヒャンのイフマイ、ソルヒをソウが担当し、毒々しいまでの悪女ぶりを熱演。そして、ソルランに恋心を抱くミョンロンを、チョウヒョンジェ。劣等感に苛まれるチンムを、チョンテスが演じています。三国時代を舞台に、25代王、ムラン王の娘スベクヒョンの座をめぐり、イフ姉妹の運命が交錯する長編時代劇。帝王の娘スベクヒョンは、
BS テレ東にて10月31日10時55分より放送予定です。